やっぱりね、この曲が一番似合いますもんね。ね、ありがとうね、正解でしたわけですもんね。ありがとうございます。さて、8時45分ぐらいまである。今日早くから来てくれたからね、取れ高がね、1時間以上ありますからね、明日の夜お楽しみに。それでね、ちょっと残った時間でね、宣伝させてください。田村正香はね、そっくりさんで知られることが多いんだけど、音楽家です。ね、実はオリジナル曲がたくさんありましてね、みんな誰も知らないんだけどもね、それで、そのオリジナル曲を何曲かやらせてください。まずはね、G スプリング、優しい感じの曲やらせてください。その童謡とかね、唱歌とか、そういったシンプルなものだったよね。だからショパンとか、ね、ベートーベンとか、音がたくさんあるやつをやるの大変でした。本当にまあなかなか、まあシンプルなものがいいんだよね。そう、それがやっぱり一番良かったのがこのオカリナだったんですね。オカリナはもう旋律だけで和音はないからね。まあお客さんもね、そのオカリナ手軽な楽器だからやってみたらいいですよ。楽器屋さん行ってみてください。7000円ぐらいから7000円ぐらいね。それで、ね、高いものでもね、3万円ぐらいですよ。これだからね、すごく手の出しやすい楽器だと思います。バイオリンなんか大変ですよ。テレビなんか見てたらね、芸能人格付けチェックってやってるね。すごいですよ。3万円のスズキのバイオリンね、それと10億円のストラディバリス10億円、いやちょっと惜しいです。私持ってないです。10億円で、ね、お客さん持ってる？あ、持ってるかもしれないね。ね、私は10億円持ってない、ね、まあいいです。私の楽器はね、8000円、安いでしょ、ね、そんなに高い楽器買う必要ないんです。お客様が楽器屋さんでオカリナを買うときはね、一つだけちょっと注意です。お金を払う前にっていうかね、買う前に、お店の方にね、音痴じゃないやつを選んでちょうだいねっていう。これね、いろんな商品の一個一個商品村があるっていうかね、結構音痴な状態であります。中にはここに笛がついてるんだけど高音が出ませんとかねそういうのも結構あったりします。だからまあくじ引きじゃないんだからね。はい、7000円買いました。あ、今回外れたそういかんからね。だからもう田村まさかに言われてきたんだけど、今ある在庫から選んでちょうだいってね、選んで買ってください、ね。まあ、そんな不安が、まあ、一般的にはあるんだけど、これ私はね、これおそらく台湾で作ってるんだな、これね。非常によくなる楽器、ね、
手頃な値段で仕入れてきて受講生でお分けするんだけど、1個8000円です。これは何かって言ったら良くなるんだけど音痴なんですね。だけど私は調律してるんです、ね、同じ楽器をここで何個か用意してます。もし今日すぐ始めたいという人はこれは安心です。私と同じ楽器ですからね。1個8000円でお土産にされるといいかもしれませんよ。そしてオカリナはどうやって学ぶか、もちろん教室がね、あちこちあると思います、ね、教室もあるし、それから私の YouTube 田村まさかスペースオカリナ講座で検索してくれたらね、息の使い方、指の使い方、タンギング、まあ、いろんなコツをね、用意しておりますからね、 YouTube でも学べるようになってます。オカリナやるといいよ、どんどん値段はね、1個例えばこの楽器を買って1個8000円でね、8000円投資して挫折したってね、そんなに痛手じゃないよね。ね、本当にこのピアノ買って1個250万円です、ね、こういう人も多いと思うんだよね。私ピアノ何台かもらったんだけど、やっぱり子供にねピアノをやらせようと思って買うんだよね、1個50万、これ50万、これだって130万しますからね。そんなの買って、ね、粗大ゴミになってるケースも結構あります。1個8000円ですこれね。こんな楽器がいいんですよ、ね、さて、オカリナの残った時間をオリジナル曲でちょっとやらせていただいてるんだけど、さっき言ったそのシンプルな曲ベーシックシーン5番おぼろ聴いてください。ありがとうございますね。田村まさか覚えててね。そうで時々 YouTube 見てね。そう、4年に1回ぐらい思い出してください。ね、オリンピックが来たら、あ、田村が何か言ってたら、ね、ワールドカップが来たら田村が何か言ってたら、
ね、世界陸上が来たら田村が何とか言ってたら、そしたらね、毎年ぐらいになりますけどね。ありがとうございます。まあ、おかげさんでね、毎日こうやって楽しくいろんなオーケストラとの出会いがありました。ね、さて、もう最後の曲になります。オリジナルです。夏の終わりのセレナーデ、聴いてください。YouTube でまたお会いしましょうね。今日はありがとう。またお会いしましょう。ありがとうございました。